そろそろ脱獄がしたいと思ってくる18日目。やばくね、18日目にしてはだいぶ進展が遅い気がするぜ。前回は廃校を見つけたとはいえこれといった進展はなかった。あ、廃校に関してなんだが私的に気になる場所が一つあるんだよな。え、なんか怪しいところあった？自由時間だよ。あ、監視長おはようございます。何が怪しいの？怪しい、いや。マリサが監視長の悪口を言ってた気がして怪しいなって。ふざけんな、こいつ捏造マニアなので気にしないでください。捏造マニアとかパワーワードすぎない。疑わしき派抜せよ。その理屈で言うと二人とも処刑ですけど。うわぁ、私被害者じゃん。いやそれは私のセリフだからな。じゃあ食事の時間まで待機だよ。了解っす。わかりました。お前捏造するの好きすぎだろ。飯塚監視長はノリがいいからついやってしまう。確かにノリはいいよな、あの監視長。そんで、マリサが気になっている場所というのは、廃校に金庫があったじゃん。あそこの中心部分に丸石がたくさんあったんだよな。ほう？丸石？そう？ひょっとしてあの丸石を取り除いたら何かが出てくるんじゃないか。なるほど。確かに掘ってみる価値はありそう。あ、クソ、蜘蛛の巣に引っかかりやがった。結構蜘蛛の巣張ってあるからね。石の剣持ってきて一掃してもよかったな。さて、着いたぞ。霊夢は来ているか？来ているよ。あ、ここにあったのね。何かありそうじゃね。掘ってみようぜ。さらにこの下に隠された通路があるのかも。何もなかったね。どうやら見当外れだったようだ。ってなると、今日やりたいことは終わっちゃうんだよな。前回あんまり廃校見れていなかったし、もう少しちゃんとここ見てみる。そうだな、最後の方は急ぎ足だったからな。ここは風呂側の通路と繋がっていたんだよな。地味にここ行けるの強くない？今はそこまでここが繋がっていることのメリットってあまりないが、今後の脱獄経路として使えそうではある。この先は風呂か。そういえば風呂最近なかったよね。あ、そういえばそうだな。監視長忘れているんじゃないか。これは後で監視長に抗議をしなければ。風呂も何もないよな。ここは水路があるだけだと思うし、そこの壁とかは、普通の石だからそもそも掘ることができないんだな。なるほど。絶賛行き詰まっておりますな。行き詰まっていますね。前言ってた姿を消す薬ってやつを作るのを考えた方がいいのか。うん。深いどころがね。まあそうか。そうなんだよな。作ったところで使う場所がないよなって話なんだよな。鍵が見つかっていないってことはやっぱり行っていない場所が、まだ存在するってことなんですかね。鍵のついていないところは大体行った気がするんだけどな。ってなると監視塔か。行ってない場所はあそこくらいな気がする。あの鉄の扉さえなければ入れるんだけどね。鉄の扉はどうあがいても開けることができないからな。あ、夜になったね。これ監視塔さ、周り石レンガなんだよな。ということは、もしかしたら周りに入り口があるのかな？鉄通橋を手に入れた今、ここを掘るべきなんじゃないか。確かに。刑務作業の時間に行く。そうだな、刑務作業の時間に確認してみようぜ。終了だよ。あ、監視長、風呂っていつなんですか？あ、風呂とかいうものもあったな。忘れていたんですか？でもちょっと風呂の調子が悪いからまた今度ね。さらに延長されるんですか？一体私たちはいつまで風呂に入れないのか。じゃあ刑務作業までここで過ごしてね。ついに風呂がほぼなくなってしまった。まあ別に風呂に行ったところで何もないからいいんだけどな。食堂は、もうやることは特にないよね。巨大倉庫も何もなさそうだからな。ただひたすらに飯を回収する時間になる。私の予想では監視塔の周りの壁を壊して入って、あの一番上に飯塚監視塔の部屋の鍵があるんじゃないかと思ってる。確かに監視塔の一番上に鍵はありそうだよね。そんでもってダイヤモンドが飯塚監視長の部屋にあるっていう流れかな。そうだな、その説が一番確率が高い。とりあえず監視塔が繋がっていることを祈るばかりだが。終了だよ。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。これからまだ刑務作業が残っているんだよ君たち。今日は休暇をくれるって話だったような気がする。そんなことは一言も言ってないけどね。今日の刑務作業はどこなんですか？農業です。農業か、今日は鶏とか呼んでないんですか？もう君たちは用済みらしいよ。そんな、私のしもべですよ。どちらかというとあの鶏たちの方がお前のことをしもべだと思っているんじゃないか。なんだと？
今すぐに唐揚げにしてやろうか。勝手にそんなことしたら僕が霊夢を唐揚げにするから気をつけてね。あ、すいませんでした。めちゃくちゃ恐ろしいこと言われててくさ。はい、じゃあ二人とも入ってくださいね。やることは前回と変わらないんですか？そうだね、チェストに入っているクワとかシャベルで畑を作って。了解しました。じゃあ刑務作業頑張ってね。さて、ちょっと様子見したら行ってくるか。じゃあ刑務作業をやっておくね。いや、たまにはお前が行ってみるか。あ、そうします。しかもすぐそこだしな、初の単独探索でも難易度低いだろ。よし、じゃあここにツルハシを置いたから行ってきてくれ。よし、じゃあ監視塔入れないか確かめてくるよ。じゃあシャベルとクワを渡しておきます。じゃあ今日は私が刑務作業を頑張っておくか。いや怖いな、監視いないかな、大丈夫かな。大丈夫そうだね、このまま行っちゃえ。これは、だいたい石レンガなのかな。ちょっとこの辺掘ってみようかな。普通に岩盤だね。入れないのかな。じゃあ違うのかな、監視塔の周りから入る方法ではないのかな。刑務作業は刑務作業で暇だな。まあでも探索の緊張感も疲れたし、たまにはあいつに任せてもいいだろ。ドアと隣接している石レンガは掘れないからね。これは、無理なのかな。ってことはどうにかして鉄扉をどかして入る方法があるってことなのかな。まあこれ以上見てもわからないから一旦戻りますか。あ、戻ってきたよ。どうだったか、監視塔の中に入れそうか。いやあれは厳しそうですね。岩盤が周りにあって無理そうだったよ。そうか。じゃあ食堂の時に考えたルートは厳しそうだな、こや。マジでどうしましょうかね。こんなに行き詰まるとは思わなかったな。自分たちの棒の中とか掘ってみたら。あ、そういえば棒の壁も石レンガだったか。この後の棒内待機で掘ってみるか。終了だよ。あ、どうですか、畑結構でかくなったんじゃないですか。でも畑より道の方が増えた気がするんだけど。いや、やっぱり見栄えを気にしていかないと。畑とハエビジュアルは大事ですよ。道のところを耕せばもうちょっと生産性上がると思うんだけど。見た目重視の畑です。そんじゃあ今日の刑務作業はこれで終わりだよ。ああ、今日も一日頑張ったな。なんだその真面目な青年のようなコメント。だって真面目ですからね。今日の朝に捏造ばっかりしていた人が言う。ごもっともな意見だな。正直者にならないと風呂の調子も良くならないよ。え、私の人間性で風呂の調子って変わるんですか。そんな関係性があったのかよ。じゃあ二人とも棒の中に入ってね。了解です。わかりました。じゃあ明日の自由時間まで待機だよ。今日も一日お疲れ様です、監視長。気持ち悪。なんで。監視長行った？ここからは見えないから多分行ったわず。じゃあ、とりあえず棒の壁掘ってみますわ。お、これはなんだ。松明があるということはここは来た場所か。位置的にはここが霊夢の棒か。掘ってみるか。お、繋がった。なんかここ見たことある場所だなと思ったけど、これ風呂の通路なんじゃないか。あ、そうだね、あそこかもしれない。なるほど、棒内待機の時間も探索ができるってことか。こっちは何かないの。あ、そっちってどこかに繋がっているのかな。行き止まりには何かあるでしょ。せっかくだから掘ってみるか。え、これ、大丈夫か。監視いないか。少なくともここからは見えないね。そういえばこの上って何かあったんだっけ。確か資料室が少しあっただけだったと思うぞ。なるほど。そこ左に行くと何があるの。そこ左に行くとなんかバルコニー的な場所に出る。あれ、ラージチェストがそこにあるよ。え、マジで、どこにあるんだ。そこの壁側のところ。あ、本当だな、なんだこれ。
何が入っていた？柵と階段と感圧板が数十個ずつ入っている。ちょっとマリサ、ここ見てくれない？どうした？ここ、壁に大きなひびが入っているよ。本当だ。なんだこれ？え、これどうやって掘るの？掘ったところでこれいけなくないか？確かに。柵があるから無理そうだねこれ。でも、手がかりを見つけたな。このひび割れは重要っぽいぞ。こんなところにひび割れがあるなんてわからないよ。ここに来ないとわからないなこれは。あ、お前エシレンガ持っているか？何個か持っているよ。じゃあ自分の棒の壁は閉じられそうだな。そうだね、問題ない。ふう、最後の最後で少し進展があったな。全く何もない一日かと思ったけど進展は少しばかりあってよかった。棒の中が水路に繋がっていることが確認できたから、今後はこの時間帯に探索もできるってことだな。それだけでも分かっただけよかった。じゃあ今日はこの辺で寝るとするか。そうだね、おやすみなさい。おやすみだぜ。よう。え、どちら様ですか？俺の名前はイアって言うんだ。イアさん、ですか？お前たちは脱獄を企てているだろう。え、どうして私たちが脱獄を企てていると知っているんですか？俺も脱獄を企てているからな。それでまさかと思って聞いてみたんだ。なるほど。それで私たちに何の用ですか？お前ら、旧館主長の部屋の鍵を持っていないか？もし持っているのであれば俺の持っている飯塚館主長の部屋の鍵と交換しないか？持って入るんですけど、今は持っていないって感じですね。ちょっととある場所に隠しちゃって。なるほど。もし交換する意思があるならば明日の夜に再び来ようと思う。どうだ？わかりました。交換しましょう。よし。交渉成立だな。じゃあ頼むぞ。くれぐれも監視にはバレないようにな。わかりました。まさか、ここで飯塚幹事長の部屋の鍵が手に入るチャンスが来るとは。にしてもや、どこかで聞いたことのある名前だが。まあいいか。とりあえず寝るとするか。霊夢もとっくに寝ているしな。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。